マイヤ・ヒラサワは、スウェーデンの女性シンガー・ソングライター。マヤ・ヒラサワと呼ばれることもある。ストックホルム県、ソーレントゥーナ市出身の日系スウェーデン人。父親が日本人、母親がスウェーデン人。スウェーデン王国ストックホルム県、ソーレントゥーナ市生まれ。ヨーテボリに居住。2011年時点で祖父が長崎県在住。10歳で、 クラシカルピアノをはじめ、15歳で、クワイアーに入団。21歳の頃から自身で、作詞作曲を始め、やがて、アニカのリーンが主催するバンド、ハローセーフライドにバックアップシンガーとして参加した。2007年初めからソロ活動を始め、ファーストシングル&、I found this boy が、スウェーデン国内のラジオ局で、ヘビーローテーションされた。 セカンドシングルゴセンバーグの発表後、夏季には、スウェーデン国内ツアーを行い、オールソング P、スカンソン、ハルツフリッドフェスティバル、ピースラブ、アービカフェスティバルなどの音楽フェスティバルにも参加した。2008年1月には、P サンナルド、ナショナルラジオアワードにおいて最優秀新人賞を受賞し、スウェディッシュグラミー賞において、数部門でノミネートされた。 ファーストおよびセカンドシングルが収録されたアルバムゾー、i ア m Just Me ニューエディションで4月22日にゴールドディスクを獲得し、スウェーデン国内の iTunes チャートで2週連続のナンバーワンを記録した。2010年1月、ファースト EP DRM ボトメイイゲンをスウェーデン国内でリリースした後、1年間の休暇のつもりで日本に渡り、 恋人の勤務地である宮城県仙台市に住んで、独学や週2回の語学学校で日本語の勉強をするなどして暮らしていた。3月22日、東京の原宿 UC でライブを行うと、やがて曲作りをするようになり、仙台の自宅に作った簡易スタジオで、イット・ダズンとストップを作曲。8月から、同曲は、顔、エッセンシャルの CM ソングとして日本で流れ始めた。新曲寝るまでを提供した大塚製薬ポカリスエットの CM の放送開始に同期して10月5日には日本語公式サイトも立ち上げ、10月20日には It Doesn't Stop で日本メジャーデビューし、11月からは仙台、東京、大阪、福岡、名古屋でライブ活動も行っ 2011年1月に1年間の仙台滞在を終えて東京に移り1月19日に日本でのデビューアルバムにあたるマヤ・ヒラサワを発表してその後はレコーディングなどの仕事をしていたその間ビルボードジャパンホットトップエアプレイでイット・ダズン・ト・ストップが2週連続で第1位となった3月9日新曲ブームを提供した JR 九州宿 九州キャンペーンの CM が放送開始された。これを機に3月17日にスウェーデンに帰国することにしたため、帰国前に仙台の友達に会いに行こうと3月11日に東京駅に向かっていたところ、池袋駅にて東北地方太平洋沖地震が発生し、東京に足止めされた。3月14日、震災の救援に役立ててもらおうと、収益のすべてを 日本赤十字に寄付するとした曲フラジャイルを発表を。東日本の鉄道網が被災したため仙台に行くことができないまま帰国した。震災による自粛ムードで曲を提供していた JR 九州、宿。九州キャンペーンの CM が放送中止となる中、ある個人が動画投稿サイト、YouTube にアップロードしていた同 CM のアクセス数やコメント数が急増する。 現象が起きた。すると4月22日、日本テレビ系列、スッキリ。が、同 CM の作成秘話や、放送中止の過程、動画へのコメント、CM 曲を提供した平沢へのインタビュー映像などを全国放送した。5月18日には、同 CM 曲となっていた、ブームが発売され、5月30日付のビルボードジャパン、ホットトップエアプレイで、 1> 第1位となった。同 CM は6月2日にギャラクシー賞を6月下旬に開催されたカンヌ国際、広告祭2011ではアウトドア部門で金賞、メディア部門で銀賞、フィルム部門で同賞を受賞し、CM 曲を提供した平沢への注目も集まった。2015年7月11日、震災の被害から復旧し、 同年5月30日に全線開通した JR、仙石線ソいで開催された、仙石トレーンフェスに出演した。ありがとうございます。